今日の聖書の言葉をまずご紹介しましょうキリストの有名な説教がまとめられている箇所またの福音書の5章からの言葉です心の清い者は幸いですその人は神を見るからです心の清い者は幸いですその人は神を見るからです今日の聖書の言葉が教えているのは 幸福の条件その一つを示しています。それは心が清いということだそのように教えています。何かができるとか頭が良いとかそういったことが幸せ幸福の条件ではありません。心の清さが問題だとそのようにこの言葉は私たちに示しているわけです。 聖書の中に心から出てくるものは悪い考え不貧困盗み殺人寛因貪欲横島、欺き公職妬みそしり高ぶり愚かさだとありますけれども私たちの心はどうでしょうかもしこういうものが私たちの心の中にあるのなら決して 私の心は私たちの心は清いとは言うことができません。私たちの心は清いと言えないだけでなくてその問題は私たちではどうすることのできないということつまり私たちは自分の心を変えることができないそういうものであるという事実もこの聖書の言葉を教えているのではないかと思います。 聖書の中にパウロという人物が出てきますけれども彼は自分でしたくないという悪を行ってしまうどうすればよいのだろうと嘆いていますが私たちも同じではないでしょうかしかし真の神様は心の清さを私たちに与えてくださるお方です自分の汚い心を悪い心をつまり 罪深い自分の内側を悔い改め、神様の前にそれらを告白するときに神様は全ての罪から私たちを清めてくださる神様の許しを私たちが与えられるんだそのように聖書ははっきりと約束しています清い心を持つ者へと変えられていくのですその人は神を見るとありますけれども確かに神様が 共にいてくださることを体験することができるようになるのです。あなたも、誠の神様を信じ、罪悔い改めて、清い心を持つ者へと変えられていただきたい。そのように心から願います。